こんばんは、平山茂です。10月19日月曜日の夜です。はじめましての方もいるかもしれませんね。僕はこの動画で毎日毎日見てくれてる人のためにですね、ただただ大丈夫だよって言い続けてます。平山茂の地球見聞録というチャンネルを9月に作りまして、40歳にして YouTube をスタートするということで、何が自分にできるかなって、毎日毎日、みんなに大丈夫だよって、あなたに大丈夫だよって、大丈夫なんだよっていうのを伝えようと思いました。大丈夫だから、大丈夫だから、大丈夫だよって、それが伝えたいと思いました。なので毎日毎日動画をアップしています。ほぼ毎日内容は変わらないかもしれない。でもその日その日に毎日撮ってます。で、撮ってもすぐに上げてます。なので今は、8時ちょっと前とかです。なのでその日その日で、若干表情が違ったりですね、声のトーンが違ったり、声が全然出てない日もあったりとか、なかなか大変ではあるんですけれども、必ずアップするようにしています。一日だけ、寝てしまってあげれなかったことはあります。それ以外の毎日基本的にはあげてます。そんな僕ですが、ぜひお付き合いください。とは言っても大丈夫だよって言ってるだけです。はい、今日初めて見てくれた方は、過去の動画はねもう見なくていいですよ。見たかったら見てもらってもいいですけど、今日出会ったあなたは今日からスタートということで、今日以降の大丈夫だよシリーズを見ていってください。そしてよかったらチャンネル登録もお願いいたします。ちょっと長々と自分のことを話しましたが、今まで見てくれている人に対しても同じことを思ってますし、気持ちも変わらず伝えていきたいと真剣に思っています。たまにふざけた動画も撮ったりしていますが、それも込みで楽しんでいただきたいなと思います。大丈夫だから、大丈夫なんです、本当に大丈夫、大丈夫だよ。今日は月曜日です。本当によくよく本当にこの動画にたどり着いてくれました。昨日見ていただいた方はもちろん本当にありがとうございます。いやー、今日はいいことあったんじゃないですか。僕はありましたよ。仕事が早く終わりました。よし、いやー、仕事が早く終わるって嬉しいですよね。僕は嬉しいです。もう早く仕事から帰りたい、早く帰りたい、とにかくそればっかり考えてます。仕事中はもちろん楽しんでますけどね。でも早く帰れるってなんか嬉しくないですか。家に帰って何かするわけではないんですけど、なんか自分の時間が増えるみたいでね、なんか妄想したりとか、スマホいじったりね、スマホのゲームやったりとか、 YouTube 見たりとかね、 Netflix 見たりとか、いろいろ時間が作れますから、僕は今日ハッピーな一日でした。だから今週はもう乗り切れるね。もう見えた、もう月曜日終わりでしょ、火水木金でしょ、ああもう楽勝、大丈夫だから、大丈夫、本当に大丈夫、君も大丈夫だ、絶対、あなたもね、大丈夫なの、大丈夫なんだ、 OK、 大丈夫だから、本当にね、大丈夫だから、明日火曜日も楽しんでいきましょう。ね。じゃあ明日また会いましょうね。
明日もやってますからね。明後日もずっとやりますから、いつまでとか決めてないですよ。ずっとやり続けます。チャンネル登録しておいてください。明日見れない人は見なくても大丈夫です。1年後に見てもらっても大丈夫です。半年後でもいい、もう10年後でもいい。とにかくチャンネル登録をしておいていただければ、僕のこの、見た目の変化とかもね、どんどん、うわー老けたなあのおっさん、このおっさんみたいなね感じで楽しんでいただけると思いますので、どんどん平山茂はバージョンアップしていきますから、お楽しみに。大丈夫ですよ、あなたは大丈夫。本当に本当に大丈夫だからね。じゃあね、また明日、また明日、また明日。おやすみなさい。